ご紹介に預かりました坂本と申します、えー、と今日はこういう発表をしていきたいと思います、はいえー、とまず自己紹介を簡単にさせていただきます坂本と申します ID はユイタンという ID です、えー、と東京のメルカリという会社からやってまいりました入社3年目で、まあ、エンジニアで入社しているんですが、まあ、サーバーサイドとかフロントエンドとか、えー、とまあちょっとプロジェクトのオーナー的なことをやったりしております えと今日はですね、えー、今日の PHP カンファレンス福岡2017で PHP に触れない話をする枠です。はいえー、PHP の話は、えー、とここではしませんので、まあ、ご了承ください、はいえーと。出てくるサンプルコードは本番では使えません、えー、と皆さんに概要をご理解していただくために、えー、と書かれている内容です、はい、今日のお話は Web、まあ、について、えー、AMPPWA とか、えー、とこういう話をさせていただきます。 ちょっとまずですねここで一個お聞きしたいんですが、この上のアンプと呼ばれるこの技術使ってえっと何かしらえっと世界に公開しているページを作ったことはある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。よかった少ない。 はい、えー、とじゃあ次、PWA、えー、これ、まあ、PWA っていろいろ難しいんですけど、PWA について取り組んでるよとか、えー、とここら辺のことを磁技術についてやっているという方っていらっしゃいますか。おありがとうございます 少ない良、えー、かったです。えっ、ー、とそういう人向けの今日はセッションになります。えっ、ー、とこれらの技術に触れたことのない人たちにまあ興味を持ってもらえるようなセッションになればいいなと思っているので、まああんまり深掘りするというよりかはどういうものなのかっていうのをまあ触り触っていくというような感じです。はいえっ、ー、とまあ現在えっ、ー、とスマートフォンのえっ、ー、とまあ スマートフォンが、まあ、おだいぶ普及して、えっと、アプリが、えっと、メインで、まあ、インターネットが、えっと、動いている中でウェブの話をしていきます。えっとですね、先日、えっと、GoogleIO というイベントに行ってきて、まあ、そこでも話が出ていたんですが今世界的には このような発展途上国からのモバイルでの検索が爆発的に伸びていると言われています。しかし、こういう国々では w i f i であったりとか通常の回線もいまだに2次回線であったりというような状況が多く見られています。この中で この回線環境の悪い国々ではアプリをダウンロードすることに対しての抵抗感がいまだに強く例えば、えっと、そういう国々って携帯の、えっと、料金が月額制ではなくていまだにプリペイド制の国々などもありますそういう国で例えば500メガバイトが1000円かかる場合って100メガバイトのアプリをダウンロードするために、えっと、200円かかる。 っていうようよなコスト意識がユーザーザに働くんですねウェブブラウザでページを表示するよりもそのアプリのストアでダウンロードすることにコスト意識が、えー、と働くというような状況があります。まあ、国内でもです、ねえーとまあ、当然、えーと、ウェブを閲覧する際に、えーとまあ、スピード、えー、と速度が速いページを表示するとか、えー、とダウンロードするコンテンツの容量が、まあ、減れば まあギガが減らないということで、まあ、皆さんもありがたいとそういうところでウェブに関して今注目がされていますで、えー、とこのツイッターライトという、えー、とアプリケーション皆さんご存知でしょうかっ、えー、と今年のです、ね、春にツイッターが公開した、えー、と新しいアプリケーションになります、まあ、実はこれ新しいアプリケーションではなくて、えー、とこれから、えー、とご紹介する PWA で作られているアプリケーションなんですねでこれは単なるウェブアプリです ですが実際使ってみたことある方はわかると思うんですけど全くもってスマートフォンのアプリのような挙動をするというようなアプリになっています。でこの Twitter l i ライト n d r o i d や iOS と比べて、えっと、初期のダウンロード容量が圧倒的に少なく済むという利点があります。 はいえーとまあ、アプリがいいとか Web がいいとか、まあ、そういう比べる、えー、批評をするような場ではなくて、えー、ウェブブラウザで表現できることがどんどん今増えているという中で、まあ、ユーザーが選べる選択肢が、えー、と増えると、まあ、そういう中でっ、えー、と我々は限られたリソースの中で Web でできることに注力することによって、まあ、ユーザーにメリットが発生するんだったら、えー、とぜひ今回,活用、えー、今回ご紹介する技術などを使ってみると良いうのではないでしょうかというお話です。 はい、えっ、ー、とアクセラレーテッドモバイルページズについて、えー、ご紹介させていただきます。これは、えー、とちょっと今回資料が多いので、まあ、さらにアンプに関してはです、ねえー、と,とても、えー、とウェブをやられている皆さんに対してはとても親しみやすくて簡単な技術なのでさらっと 本当にさらっとご紹介させていただきます。まあ、えっ、ー、と、アンプ、えっ、ー、と、いろいろお話をさせていただきたいんですが、まあ、このグーグル検索で、こういうふうに、えっ、ー、と、瞬時にページが表示されるというような仕組みになっています。えー、これもどういうものかっていうとですね、えっ、ー、と、技術的な話よりもまず、えっ、ー、と、今の、まあ、リッチで、まあ、ちょっと重いウェブサイト、本当に必要なのかと。 シンプルで早いウェブページをちょっと毎回見直してみようという Google や Twitter 社が中心となって話を作られているオープンソースなんですね。で HTML に似ていて学習コストが少ない簡単な記述でダウンロードレンダリングが早いと通常の HTML と比べてできないことがあるこれだけを覚えて帰ればお家に帰ってからあの。 自分で学習できる内容になってますので、まあ、これだけ覚えていってくださいアンプに関してはさらっとこのあといきますはい、えー、とこういうページがありますアンプコンフっていうイベントがすでに、えー、と海外でも,もう行われているような状況です、はい、先ほどお話しした通りですねえっ、ー、と、まあ、HTML5 で、えー、と基本書くんですが、えー、とまあその中でいくつかの機能が制限されているというようなものになります でえっと、アクセラレーテッドモバイルページという名前なんですが別にモバイル専用のページではありませんアンプの公式ページも、えー、レスポンシブで実装されているページですアンプの、まあ、プロスコンスなんですけれども何よりも、えっと、実装対応が簡単で覚えることが少ないということがメリットに挙げられます えと逆にですね、えー、とこれは押さえておかないといけないことはできないことを理解する必要がある、まあ、でもデメリットって正直これぐらいですねで実装方法ですが、えー、と本当にアンプをアンプとしてブラウザーが認識するために必要な最低限の記述はこの程度です、えー、とまあちょっと小さくて見えないかもしれないんですが、えー、HTML と普段書かれてる HTML、まあ、書かれてる人は、えーと さほど差異がないことがわかると思います。はい、えっ、ー、とまあ、その他実装方法ですが、えっ、ー、と javascript が基本的に使えません。 皆さん、ウェブサイトでゴリゴリ書かれている JavaScript が使えないとまた外部 CSS は読み込むことができないという制約もあり、えー、とスタイル要素であったりスタイルタグの中に記述する必要がありますが PHP 書かれている方は、えー、とそのテンプレートの中で性的ファイルをリクワイアすることができると思うので、まあ、ここら辺は全然問題ないと思います PHP のの話が出てくるのはここだけです。 はい、えー、とその他、ですね、えー、とアンプについては、えー、と使えるタグ、えー、使えないタグ、えー、と通常の HTML タグの代替になる、えー、とタグがあるというようなところ、これは下のリンクからたど、えー、っていただければ、えー、といいと思います、えーと。逆にアンプで覚えることはほぼここだけです。 はい。えっ、ー、と、こちら、アンプスタートとか、アンプのオフィシャルページ、これはまあ、それぞれアンプが公式に用意しているサイトですが、こちらは、えっ、ー、と、アンプで実装されているページなので、えっ、ー、と、参考実装になると思うので、ぜひご覧ください。 アンプ対応ブラウザですが先ほどからお話ししている通りえっり HTML5 とアンプを表示するために必要なアンプ専用の JavaScript を読んでいるだけで実際、中は HTML5 なだけなのでモダンブラウザになったら、えっと、どこでも環境的に動きます、はいえっと、こんなサイトに、えっと、有効ですよという一覧ですね。 手前味噌なんですが弊社のエンジニアがこんな記事を書いていますのでこちらも参考にしていただけたらと思いますとあるフリマサイトがあるんですけどこういうアンプページの PV がアンプ実装してからこんな右肩上がりに伸びてますよとかアンプページから通常のページに流入しているユーザーがこれだけいますよというようなことをご紹介しておきます。 えっと、アンプについてはですね、えっと、ざっくり、えっと、本当にこの程度に一旦ちょっと収めておきてま次ですね、PWA についてお話し,します。えっと、全然違うものなんで、えっと、これ切り替えていきます。さあ、PWA について、まあ、こういうお話をざっくりしていきたいと思います。 PWA ですね、えっと、Google が、えっと、中心になって進めている、えっと、ウェブの、ま、新しい形ということで、ま、あイメージングなユーザーエクスペリエンスをウェブでデリバーするニューウェイって書いてあるんですけど、はい、えっ、ー、と、ここ、リライアブルファストエンゲージ a g こういうような、えっと、ことが、えっと、PWA の利点として挙げられています。ざっくり今の利点をどうやって具体的に表現するのかという話なんですが、 ここに PWA オ、えーバービュー、ウェブページでアプリのような UX を実現すると,で、えー、と、ホーム画面にアイコンを追加できるとか、えーと、ネイティブアプリのようなフルスクリーン UI、ブラウザへプッシュノティフィケーション、でサービスワーカーによる高速化やオフラインキャッシュ。でこれ、えー、と結構いまだに今、えーと、普通に使っていて、ホーム画面にアイコンを追加できるよとか、まあ、そういう話はあるんですが、実際の、えーとほん 完成されたプログレッシブウェブアプリケーションを触ってみるとその違いが実感できると思います。はいえー、PWA はですね、段階的に導入できます、まあ。一つの完成形がプログレッシブウェブアプリとしてあるわけではなくって、えー、とそれぞれの要素を必要なところから段階的に導入できるので皆さんが、えー、と作られている、えー、とウェブアプリケーションでも徐々に対応していくことが可能です。 でまた、えっとまあ、後々説明する内容で、えっと、HTTPS 化が必須となっています。なのでもしも HTTPS 対応していないサイトは HTTPS に対応するチャンスにもなるかと思います。 ただ、デメリットというか難しさなんですけどコンテンツのキャッシュコントロールをブラウザキャッシュではなくてアプリケーションで行っていくことになりますここの難しさはそのアプリケーションの大きさによって変わってくるんですがこのキャッシュコントロールをミスると結構大変なことになるのでここは難しさとしてあります。 ただ、ブラウザキャッシュって、えー、とベンダーによっていろいろ対応が違ったりとかリクエストヘッダーでキャッシュをコントロールするとか結構辛みがたくさんあるので、えー、JavaScript でキャッシュをコントロールしていこうというこういう仕組みになります。で、一番大きい話、まあ、サファリ非対応という話です。まあ、でも世界は アンドロイドが50%を超えてますのでちょっとこの話はまた最後にさせていただきます大規模サイトに完全対応するにはそれなりの工数がかかる技術になります PWA 実装に必要な要素としてマニフェスト JSON とかサービスワーカーとかその他いろいろ技術があるんですが今回はこのサービスワーカーというところに注目してフォーカスを当ててここだけの話を中心にさせていただきます 全体の話をすると話が大きすぎるのでさサービスワーカーのお話ですサービスワーカーって聞いたことある方はいらっしゃると思うんですけど意外と触ったことないっていう人結構いると思うんですねでこれ何かっていうと通常のページウェブページで動く JavaScript とは違ってブラウザの中で吉名に起動したり停止したりする JavaScript 製のワーカーです なので、インストールするという表現を使うんですけどサービスワーカー自体は永続的なデータを持ちませんで何でかというと起動したり停止するからなんですけどインデックス DB などを使ってデータをコントロールしていきますまた JavaScript なんですが直接そのウェブページにドム操作はできないようになっていますサンプルコードなんですが以下のようにサービスワーカーを登録することで 対象スコープ以下で動作し続けるこれナビゲーターサービスワーカーレジスターというメソッドを呼んでいるんですけどこの,、えー、とこのメソッドを使って SWJS っていうファイルをブラウザに、えー、とまずインストールをしますでスコープって書かれている引数は、えー、とこのスコープの下にこのサービスワーカーは働きかけますというスコープを決めているんですね。 でえー、とこのインストールが完了すると登録後、えー、とイベント駆動でそのウェブページで起こったイベントをハンドリングして何かしらの動作をする、えー、JavaScript のワーカーというものになります、えー、でサービスワーカーは簡単に言うとプログラマブルなプロキシですなので、えー、と動作としてはページからのリクエスト、えー、スコープ内にあるウェブページからの 全てのゲットリクエストはサービスワーカーを経由します。で、インターセプトし、リクエストをインターセプトし、コントロールする。とか、あとは外からの通知を吉田に、えー、まあ、極端な話、サーバーから返ってきたリクエストを改ざんして、リクえー、とブラウザに返すこともできます。はい、サービスワーカー、か簡単にサンプルコード書いたんですが、えっと、上のコードは、 スコープ内のすべてのゲットリクエストをフェッチイベントで受けて、このイベントレスポンドウィズっていうメソッドを使うと、サービスワーカーからウェブページにレスポンスを返します。なので、上のコードは、ブラウザの外にリクエストが飛びません。ウェブページからリクエストがブラウザにインストールされているサービスワーカーに飛んで、上のコードから 外にリクエストが飛んでいないので、Hello world from サービスワーカーって書いてあるレスポンスが、えー、ブラウザにレンダリングされて終わりになります。こういう、これから、えー、分かるとおり、完全にプロキシな、えー、動きをしているんですね。で、サービスワーカーが下のコードですね。で、えー、Fetch API という、えー、さっきの Fetch イベントではなくて、 下のレスポンドウィズの中で書いている Fetch API を使って外にリクエストを投げている、まあ、メソッドになるんですけどこれは Fetch イベントをつけて、えー、と受けてハンドリングしているので、えー、と下のコードは結局何もしてませんサービスワーカーに飛んできたリクエストを外に投げて返ってきたレスポンスをそのまま、えー、ウェブページに返しているだけだからサービスワーカーが動いてないのと同じような挙動をします はい、でまあ、こんな感じでサービスワーカーのコードがざらっと書くんですけど、えっと、左側にあるのが、えっと、サービスワーカーをインストールしてから起動するまでのイベントフックで右側は、えっと、そのフェッチイベントをハンドリングするコードになっています後で公開するのでちょっと詳細は後で読んで興味ある方は読んでいただければと思いますざっと今言ったことを図でもう一度説明しますねサービスワーカーの動きなんですがまずインストールするときは えー、レンダリングされたウェブページが JavaScript の中からサービスワーカーをインストールしますでそうするとブラウザは、えー、とサービスワーカーをインストールアクティベートっていうフローを通って、えーえー、サービスワーカーが常駐し始めますでインストールが完了するとブラウザとサーバーの間にサービスワーカーが動き続けるんですねでリクエストや、えー、とレスポンスを ててサーービスワーカーに集約していろんなことができますなのでサービスワーカーでそのキャッシュするっていうのはこの動きの中でできることのただ一つなんですねサービスワーカー入れればキャッシュができるわけではなくってこういうプロキシ的な動きをするのでキャッシュをするもしないも自由だし例えばゲットリクエストが画像のリクエストだった場合には その画像を例えばサイズ変更したりとかそういうこともサービスワーカーでは可能になっていますこういうことですねフェッチイベントをサービスワーカーが受けて、えー、とブラウザに返すもサーバーにリクエストするもサービスワーカーの自由というものになっていますでこのサービスワーカーインストールがそのウェブページの中でインストールが完了すると,、えー、とブラウザのデベロッパーツールのアプリケーションタブ の中で、えー、とサービスインストールされているサービスワーカーの情報が見れますでここは、えー、とその登録されたサービスワーカーを一回削除したりとか、えー、とサービスワーカーの機能である、えー、とプ,ッシュプッシュ通知をテスト送信するとか、まあ、そういうものが、えー、とここに使えるようになっているとなのでサービスワーカーを実装する上ではここのページがすごい活用できるというものになっていますサービスワーカー本当にざっくり説明したんですけどサービスワーカーとはこういうものです でですね、えー、と続いてプログレッシブウェブアップを語る上で、このアップシェルという言葉が出てきます。アップシェルモデル。うん。まあ、アップシェルって何かっていう話なんですけど、まあ、ざっくりこういう絵があるんですけど、最低限の HTML とか CSS とか JavaScript とか画面を描画する上での必要な要素をオフラインで描画できるようにサービス和歌ーーにキャッシュします。 でえー、と動的コンテンツはキャッシュを利用しながら、えー、と最新のコンテンツを毎回返すとだからキャッシュのライフタイムがちょっと,、えー、と上のコンテンツと下のコンテンツで違うんですがこれって結局、えー、とネイティブアプリで、えー、と皆さんが、えー、とアプリをダウンロードしてからアプリを起動して、えー、と例えば Facebook とかで他の人の投稿を取りに行く。 その間、えーまあ、そういう動きですねそういうい動きと、まあ、全く同じ、えー、とライフサイクルになると動きが本当に、えーとまあ、このオフラインキャッシュによって、えー、とアプリをダウンロードしたものと同様な、えー、と使い方ができるっていう、まあ、こういう設計のことをアップシェルというデザインなんですね。とということを 踏まえた上で、ちょっとこう自分の携帯でですね、えっと、ツイッターライトを動かしているところをちょっと、えー、キャプチャリングしてみたんですけど、まあ、普通にウェブブラウザから、ツイッターの、そのツイッターライトのページを開きます。で、そうすると、まあ、ログインして、これ裏側で今、サービスワーカーをインストールしています。で、サービスワーカーがインストールして、サービスワーカーが有効化されると、 ない、えーとはい、来ました、えー、とこういうふうに、えー、とホームスクリーンにアイコンを追加というボタンが出てきます。で、これを開くとこれページ表示されているページ全く同じなんですよ。けど上にはえー、と えとアドレスバーとかひょ全く表示されていなくってでレンダリングする時点ですでに裏側では、えー、レンダリングするために必要な HTML とか JS とか画像とかはローカルにダウンロードされているので起動がアプ,リと同様もアプリとほぼ同様なように、えー、と早くレンダリングされるで裏側で、えー、と最新のデータをひどきで取りに行っているというような作りになっているというものがプログレッシブウェブアプリなんですね。 アンドロイド使っている方は、mobile.twitter.com にアクセスしてみれば、それを体感できると思います。はい、えー、PWA ですね、えっ、ー、と、さっきのサンプルコードは、えっ、ー、と、裸のサービスワーカーのコードを書いていたんですが、最近では、えっ、ー、と、 サービスワーカーを組み立てる上での使いやすいライブラリが発表されています。Workbox っていうライブラリなんですが、これまで使われていたサービスワーカーアプリキャッシュっていうライブラリに代わるサービスワーカー用の最新のライブラリになります。でまた、えっとライトハウスと呼ばれる PWA100、まあ、点満点であなたのサイトは PWA 何点ですよというようなえっと ことを審査してくれたり、えっとパフォーマンスアクセシビリティを点数化してくれるというサービスがあります。このライトハウスは chrome のえっ、ー、とん chrome であったりとか、あとは cli のコマンドにもえっ、ー、と。ライトハウスっていうのがあります。えっ、ー、とワークボックスはですね。まあ、こういうサイトがあるので、興味ある方は見ていただけたらと思います。 ウェブパックったり g a l p のフロントエンド周りのビルドフローにも載せられるような作りライブラリが存在しているのでフロントエンド開発とも合わせて開発ができるようになっていますサンプルコードなどもあるのでさっき書いたサービスワーカーのコードよりもよりシンプルに書けるようなものになっています。 ライトハウス、これですね、さっきの点数つけてくれるってやつ。えっと、結構今、サービスワーカー全く対応していないサイトをこれ試してみると、プログレッシブウェブアプリ度、えっと、だいぶ低く出るんで、えっとまあ、徐々に点数を上げていく楽しみみたいなものも体感できると思います。はいえっと、PWA 対応ブラウザがですね、まあ、こういう状況になっています。ただサファリ一つだけ対応していないと。おそらく多分朝の えっとちょっと見れてないんですけど、ペイメント API とかの,あのお話があったと思うんですが、まあ、それもアップルさんはまだ現状非対応というような状況と同様に、アップルさんはアプリの画像をなかなか崩したくないということで、まあ、こういう状況に現状なっています。さあ残り5分、えっと、最後、PWA プラスアンプというお話をします。 PWA と AMP を組み合わせるメリット。えっとですね、PWA はさっきお話しした通り、サービスワーカーをインストールした後は、えっと、それぞれのそのリクエストを、えっと、ブラウザ側にキャッシュコントロールできるので、インストールした後が早いと。で、えっと、AMP は、えっと、リッチなコンテンツは作れないが、最初から読み込みが早いと。じゃあ、えっと、AMP ページでサービスワーカーがインストールできたら、 体感ユーザーの体感はもっと速くなるんじゃないかという発想から生まれたものですで、えっと、一番最初に説明した AMP ページの中でこういう AMP インストールサービスワーカーというコンポーネントがありますこのコンポーネントを使うと通常 JavaScript が使えない AMP ページでサービスワーカーをインストールすることができてそのページに対してサービスワーカーを動かすことができると AMP と PWA の組み合わせは、まあ、Google は、えー、とこういう3種類の対応方法があるという話をしていて AMP、まあえー、ページで純粋に PWA を使いましょうという方法であったり、えー、これはですね AMP ページの裏側でサービスワーカーをインストールしてさらにサービスワーカーが動いている場合には アンプページよりもリッチなコンテンツを返す、えー、URL を、えー、とこれ例えば AMP ページと PWA ページはそれぞれ違う URL を用意してあったとして AMP ページにリクエストした時に裏側でサービスワーカーがインストールされてインストールに成功するとリクエストを PWA のレスポンスに変えるんですね。 なので、URL はアンプページなんだけどもサービスワーカーがある場合には PWA のページをレンダリングするというような作りになっています。まあ、なので、えっと、サファリのようなサービスワーカーに対応していないものに関してはこのような、えっと、アンプをそのまま表示するサービスワーカーがインストールされていると PWA を返すというようなことができる、まあ、これもサービスワーカーの1つの機能ですね。 でえー、と最後に AMP の、えー、AMPINPWA というお話があったんですがあれはちょっとシャドウドームとかそういう、えー、とちょっとウェブコンポーネント寄りの話が出てくるので今回はちょっと割愛させていただきますで、えー、と残り2分ですね、えー、とざっくり総括をしていきます Apple、はいえー これ、えー、とアプリ市場に抱える次元爆弾というニュースが4日ぐらい前に日経産で出てたんですねでここの中でおそらく初めて日経産の記事の中でプログレッシブウェブアップスっていうあの単語が全額であの出てきたんですけど、えー、とこの、えー、現状の、えー、とアプリに、えー、とひたすらアップルが誘導するというこういう仕組み自体が、えー、と結構。えー なかなかこういう作りがこのまま継続していくのは難しいんじゃないかという話で、えー、Google であったり Facebook 社が、えー、とよりリッチな Web コンテンツを作るための、えー、と技術を公開していっているという話が、えー、出ていますこの中では、えー、とプログレッシブウェブアップスに限らず Web アッセンブリーだとか Web コンポーネンツの話も出てきており近い将来 Web と,、えー、とアプリの この立場が少しずつ変わっていく可能性があるんではないかというような記事になっています。で、えっ、ー、と、まあ、Web アプリ、えっ、ー、と、できることが現状増えてきていますという中で、えっ、ー、と、ユーザーにもサービスにもメリットのある、この AMP と PWA の組み合わせ。で、ネイティブアプリとか Web アプリか、まあ、どちらが使いやすいかと選ぶのは、えっ、ー、と、ユーザーなので、まあ、我々は、えっ、ー、と、できればどちらも使いやすく開発していくことが重要だと思います。 ただ、えーと、ウェブサービスをメインでやっていて、今実はアプリを持っていないというようなサービスは、このウェブアプリ、えー、PWA 化、あとアンプ化していくことにメリットは、大きなメリットがあるんじゃないでしょうか。で、えーとまあ、最後、えーと、アップルはですね、このウェブの進化を止め続けるのかと、えー、と実際、えーとまあ、このグーグルのような会社は、アンドロイドとウェブと、 えと結構利益相反するような技術にそれぞれを投資し続けているという状況の中で、まあ、先ほども言った通り近い将来このウェブの立場がえとアプリと入れ替わったりとか、まあ、そういう状況も来るんじゃないかという中でこの PWA という技術は今習得するちょうどいいタイミングじゃないでしょうかということでえご紹介させていただきました。ということで時間になりましたので以上になります。